小勝景さん、はい、一見民主社民の小勝景です今日もよろしくお願いします大臣お久しぶりですよろしくお願いしますまずはじめに能登半島地震により被災した子どもへの保育教育支援という視点でお,お伺いします学校関係者にとって能登半島地震は自分のクラスの子どもの安否がわからない そのことが一番の大きな課題でした生きているかわからない家がどうなっているかわからないそんな状況の中教職員は自転車で子どもたちを避難所で探して回り家族がどうなっているか子どもたちから話を聞く家がどうなっているか被災状況を聞くそうやって頑張ってきました子どもたちも避難所だったり中学生だったら集団避難をして精一杯学力をもとに 今でも勉強する力をつけようと、友達のことを考える力をつけようと頑張っていたところです。その中で配布された教科書についてお伺いします。教科書っていうのは実はすごく大変で、自治体によって選択している教科書が違いますし、国語は1年間で上と下がある。図工は上と下があるけれども、3年生が上、4年生が下というふうに1年間で使う上下があったり。 様々に大変で、私も学校現場のときは、そりゃあ数をきちんとて、きちんと数えなければならない、転出してきた子は、あ国語は同じ教科書だけど、算数は違うから、算数はやらないかんとか、そんなのをずっとやってきました。今回、能登半島で被災した子どもたちに、素早く教科書をいただいたことをとても感謝しております。ただですね、1月にあった地震から、今の4月になって、 局委員会の方から、り災証明書の写しを提出せよということが出ています、実はもう卒業している子どもたちもいて、その中学校はどうしようもないわけです、情報を取るのがとても大変、そしてご存じの,のとおり、能登半島の子どもたちは、かなりの数の子が他の地域,に地域に転校しました、その子たちからも集めなければいけないという状況を学校現場から伺っております。 そこについてどのようになっているのか、えー、教えていただきたいと思いますお願いします内閣府滝沢審議官お答え申し上げます災害救助法に基づく学用品の給与は災害により義務教育等の地帯を防止するものであり必要最低限の就学上書くことのできない学用品を給与しこれらのものの就学の利便を図るものでございます対象者は 災害により住家の全壊・半壊または床価浸水等により学,品学用品を喪失または損傷した場合でありこの確認には一般的に被災証明書を用いることとなっているものと承知しております他方ですね例えば通学途中や学校等で被災した場合など 重火被害と関係なく、学用品を喪失、また損傷した場合には、り災証明書に代わり、写真や市町村が発行するいわゆる被災証明書を持って、代用することが可能でございます。引き続きその旨、被災自治体に集中してまいりたいと考えます古賀さん。では確認です、必ずり災証明書を、えー、提出する必要はないということを、まず確認させていただいてよろしいですかあの内閣府としての考え、あ失礼いたしました。 内閣としての考えは先ほど申し上げたとおりでございますので、被災自治体等で法の趣旨に沿った具体的な対応の在り方をご検討いただけるものと考えておりま古賀さんえ。教科書ということを無償に、全国の子どもたちに配布していただいておりますので、そこのお金のこととか、金額が莫大なこととかも十分承知しております。そそういううういいいい被災ししたたた子どもたちがもう簡単にそういう証明書をあままり提出しなくていいシステムとかか、ま、これから 多くの災害大国ですからいろんな子どもたちが被災していくときにそういう心配なく今回のような必ず提出しなければならないようなそういうことがないというようなシステムの充実っていうか周知をお願いできればと思っておりますよろしくお願いしますでは次はギガスクール構想の実現に向けた課題についてお伺いします,すません、えー、ギガスクールは、えー、もともと 子どもたちにパソコンを与えて、本当は一人一台じっくりとやっていくはずの構想、ギガ構想でしたが、えー、感染症の影響でバッと前倒しをして、急いで配布をいただきました。目的として、すべての子どもたちの可能性を引き出す個別最適な学びと共同的な学びを実現するために、一人一台端末と高速通信ネットワークを集中的に整備し、ギガスクール構想を推進していくということでした。 ではお伺いします今、小中学校でタブレット端末、パソコンの配置状況はどのようになっておりますでしょうか文科省、矢野初等中等教育局長。お答え申し上げます。令和5年3月時点で調査したところ、義務教育段階における一人一台端末は、令和5年度までにすべての自治体で整備が完了しております以上で古賀さん。はい 成果をどのようにお考えですかお願いします。森山大臣、え私の方からご答弁させていただきます。えー、まあ現在今あの局長がご答弁したように学校現場においてギガスクール構想により。 一人一台端末整備されましてこれの活用が本格化しております。えー、これはあの小笠先生をはじめえほとんどすべての党がこの学校教育情報化ということでご賛同いただいてえ議員立法を作り、そして予算を取ってきたその成果がまあ今回。 このようになっていると思いますただ先生がおっしゃる通り令和2年の3月から例の,その新型コロナの関係で学校が休校されるそういったこともあってその思いがけずというか思っていた方向とはちょっと違う形での急速な普及になったということでございますま。そういいったことではございますが この一台端末が今もう普及したということでございますのでそれによりまして教師が一人一人の児童生徒の反応や考えを即時に把握しきめ細かな指導を行ったりクラウド環境やデジタル教材を活用して一人一人に応じた課題を提供したり児童生徒が相互の意見を参照しながら共同して学習に取り組んだりすることが格段に容易になりました。また。 不登校や病気療養中の児童生徒への授業を可能としたり特別支援の児童生徒の学びの保障に大きく寄与しているほかクラウドツールを活用してテストやアンケートを効率的に実施でき教師の働き方改革にも大きな役割を果たしつつある、まあ、そんなふうにメリットがあったのではないかと考えております古賀、はい、さん。 令和4年度の予算額224.6億円に対して、執行額が54.9億円と低調でした、この理由を教えてください。矢野局長ご指摘の令和4年度予算はあ、一人時代端末環境による本格的な教育活動を全国の学校が展開される中で、前年度分からの繰り越し額も含め、オンライン教育環境の整備充実、 端末ネットワークトラブルへの対応等、運用面の支援等を強力に行えるよう、補正予算を中心に阻止したものでございます。予算額に対して執行額が低調であった理由は、新型コロナウイルスにの影響による休校等が、まあ、意外にと言ったらんですけど、早く落ち着いたことで、オンライン教育のニーズが少なくなったこと、GIGA スクール運営支援センターの事業について、 私どもが想定したものより、自治体の事業規模が、あ失礼しましたあの、事業規模が下回ったこと等によるものと考えております小今お話しいただきました、ギガスクール運営支援センター整備事業が、国の補助事業は24年度までとなっておりますが、その後については、どのよううにお考えでしょうか矢野局長。お答え申し上げます。 えーまあ、の運営支援センターにつきましては、これはあの学校のです、ねえー、ネットワーク等の環境整備について、えー、専門的な見地からあ支援するというものでございますので、まあ、引き続き、えーまあ、予算という点では、いろいろと形は変えておりますけれども、現場への支援はしっかりと進めてまいりたいと考えておりま古賀さん。えー そのように、とても有効に使えるようにということで、配置いただいているのはありがたく思っていますが、ここからは課題です。4月に発表がありました、学校のネットワークの状況について、推奨待機を満たす学校は、3万89校中6503校で21.6%。大規模な学校ほど満たしていないという現状があって、 840人以上の学校では、2.1%しか満たされていないということでした、今おっしゃっていただいた、即時に子どもたちの状況を把握してきたり、教材を使ったり、意見が聞けたり、不登校の子の活用したり、そのようなことがこの21.6%、大規模校では2.1%しかないというところでは、十分に発揮できないんではないかと思いますが、そこについいてのご見解をお願いします矢野局長、お答え申し上げます。 本年4月にあの今から委員がからご指摘のございました文部科学省が公表した調査において、ギガスクール構想で,構想で使用する通信環境のこれ、当面の推奨帯域、えー、ということで定義させていただいておりますが、ご指摘のとおり2割程度だということでございます。今回設定したこの推奨帯域を下回る場合であっても、 事業で端末を全く活用できないというものではございませんけれどもギガスクール構想による個別最適な学びと共同的な学びを進めるためには一人一台端末をつなぐ高速ネットワークが不可欠というふうに考えておりますこのため文科省におきましては今回の結果を踏まえ各自治体に対してネットワークアセスメントの実施促進これは補正予算でを取っておりますが これに加えて、通信契約の見直しの支援、自治体担当者の専門性向上などを進め、今回設定した当面の推奨帯,帯域が確保されるよう、あらゆる手段を講じて、ネットワークの環境の改善に取り組んでまいりたいと考えております小賀さん。ありがとうございます。資料の1をご覧ください。その学校のネットワークが不備であるということに対しての課題が3つ。 そして対応とというところで文科省の方から出されておりますその中の、まず資料1、ネットワークアセスメントによる不具合の特定というところの、一番下のところに、最新の機器、相性の良い機器への入れ替えというふうに書いてくださっておりますが、これは予算の中で、令和5年度の補正予算の2661億に含まれているのか、そこをお願いします。 矢野局長答え申し上げま,すまずあの補正、令和5年度の補正予算に計上したネットワークアセスメント実施促進事業により、学校によってネットワークアセスメントを行っていただく場合には、その費用の一部が補助されることになっております。それに加えまして、この補助事業は、アセスメント実施にかかる費用を対象としてはおりますけれども、アセスメントの結果、判明した不具合への 応急措置にかかる費用も補助対象としており、えー、応急措置として機器の交換が必要であれば、あその費用も補助上限額の範囲内において、えー、補助対象となりうると考えておりますでは資料2をご覧ください。資料2のところの、えー、枠の一番下のところに、必要な財政支援とありますが、これは、そして括弧して、 通信費は、知財措置に講じられているというふうに書かれております。ここについてのお尋ねですが、これは必要な財政支援というのは、通信費は知財措置から出して、あとは国から財,財源が別にあるというふうにとってよろしいでしょうか矢野局長。学校の通信費につきましては、令和6年度までの計画に基づき、 地方財政措置が講じられており、現在、令,令和7年度以降の計画について中教、中央教育審議会で議論が行われており、適切な支援を検討してまいりたいと考えております。来年度以降の国の予算については、現時点では未定でございますが、各学校において、十分なネットワーク環境が確保されるよう、必要な検討を進めてまいりたいと考えており古賀さん。 えギガスクールをもちろん行っていく上で、それではちょっと話が変わり、変えますが、子どもたちがそうやって成果をこう発表したりとかですね、モニターにこう出していったりとか、プリンターとか、自分が調べたい文献をプリントアウトしたりとか、そういうところにやっている周辺機器の予算も不十分だという声が、学校現場からは出ております。そそれに伴いもう一つ電気代でですししておりりこの中で、えー、しっかりと 担保していくためには冷やして、冷やさなければならなかったりとか、充電機器をきちんとそこに、かなりのお金がまた電気代としてもかかっている、この電気代っていうところ、まず1点目の,その周辺機器の問題、そして2点目、電気代の高騰という問題、このことについてお願いします矢野局長、お答え申し上げます。 まずあの、プリンターでございますが、これはあの、教材整備指針というものがございまして、進学習指導要領の趣旨のほか、学校の働き方改革にも資する教材として、複合機や拡大プリンターなどを例示品目に追加しております。これらを踏まえ、各学校現場におきまして、おいて見通しを持ってプリンター等事務機器の環境整備が行われるよう、 え義務教育小学校における教材整備計画、まあ、つまり地方財政措置の中でえ、所要の経費を盛り込んでいるところでございます。えあとあ、えー、電気代でございますが、これあのこれも知財措置が講じられておりますが、あの今、ご指摘の電気代の高騰については、まあ、現在、中教審で議論している中で、必要な対応があれば取ってまいりたいと考えておりますでは、同じく。 その資料の中の。二、課題三のところ。に端末のはす、あ、間違えました。自治体向けにガイドブックを提示するとありますが。これを読み、実際に動くのは行政ということで、確認してよろしいでしょうか。学校の教職員には負担はいかない。いかがでしょう。矢野局長。お答え申し上げます。えー、学校の、ね、あの、今委員から御指摘のございました。学校のネットワーク改善ガイドブックは、えー、市として。 教育委員会等において、ネットワークの整備、改善を担当する方、まあ、こういった方を対象として作成したものでございまして、学校の教職員が直接的にネットワークの整備を行うということは想定はしていないところでござい古賀さん。その方から学校に、こうやってやってくださいね、学校で、その方々から指示が学校に来て、担当者がしなければならない、そのような業務負担はないということで、大丈夫ですか。 矢野局長お答え申し上げます学校のネットワークの改善ということに関しては、学校が当然活用されるということなので、ご意見まで聞かないということもないのかなと、実態として、我々はそは具体的な実務をですね学校に負わせるということは想定はしておりませんけれども、意見を聞くということぐらいはあるんじゃないかと想像しており古賀さん。 ありがとうございましたでは次に、端末の破損状況についてお伺いします。昨年度の埼玉県の情報がテレビで流れておりました。昨年度の破損端末1万5000台、必要経費6億、これが1件です。埼玉県のみで6億かかっています。 この全国ではどのような状況になっているか、全国の破損状況、そしてどれくらいが地方で負担しているか、確認されていたら教えてください江野局長。お答え申し上げます。令和5年8月時点の調査では、義務教育段階における1人1台端末の破損や紛失の状況については、全国平均で大体5.3%となっております、額は把握していないところでございます。小川さん 5.3%は想定ないですか、想定外ですか、文科省として矢野局長。一概に申し上げられませんが、まあ、5.3%程度は、あまあ、あなんていうんでしょうかその、想定していたというよりも、それぐらいはあるだろうというふうに考えております小川さん。 故障した場合の予備機の購入については、補正予算は計上していらっしゃいますが、端末の修理や故障に備えるための保険費用は対象になっていないため、このように自治体に大きな財政負担となっております。これからちょうど使用年月が経って、端末の故障が増えていくことが予想されます。ギガスクール構想を進めていくのであれば、これが、えー、地方にこのように埼玉県が6億負担しなければならないというような状況ではなく、国として、 きちんとお金を入れて、やっていかなければならないのではないかと考えますが、そこはいかかがでしょうか矢野局長。お答え申し上げます。まあ、先ほどあの、今、委員からご指摘のありましたとおり、予備費の購入費用については、えー、補助、15%, 15分の整備がなされているところでございますが、その機器の、えーまあ、維持管理につきましては、これはあの、 地方財政措置でですねどう講じていくか、まあ、これはあの課題として受け止めたいと考えております古賀さん。じゃ今話があった5.3%が故障していると、じゃこの5.3%の分はきちんとあの故障の端末分として、国として与えているという理解でよろしいですか矢野局長え。失礼いたしました。一人一台端末の更新につきまして、令和5年度補正予算におきまして、 都道府県に基金を増生し五年程度をかけて計画的に端末更新を進めるための経費を計上しております端末故障等への対応につきましては日常的な端末活用を行っている自治体の故障等の実態を踏まえまして予備期15%分の整備も補助の対象とすることとしております引き続き自治体と連携しながら一人一台端末の計画的な更新を着実に進めてまいります小川さん えー、子どもたちは家にパソコンを持って帰って宿題をしたりとか、例えば移動教室に行くときに持って行ったりとか、でそれ、パソコンだけじゃないので、分厚い教科書があり、筆箱があり、ノートがあり、持って行くときにやっぱりどうしても落としてしまったりとかいうこともありますし、子どもの不注意で壊すこともあります。でそのようななここととを判断しししがら学校ててはどこまで保護者負担にしていくか 学校で持つべきか、そんなこともすごく悩みながらやっております。そういうところをきちんと考えていただきたいと思っております。では、話を変えます。以前から学校にはパソコンはありました。パソコン室というところがあって、そこでみんな子どもたちは授業をしたりとか、活用したりしていました。この一大パソコンが来る前までは。今、全くそのパソコンが置きっぱなし、全国でも。 このパソコン、これからどうされますか矢野局長。えと今、委員からご指摘のあったあお話、まあ、パソコン教室のパソコンが放置されてるんではないかと、こういう、えー、お,お尋ねだったかと思いますが、学校の ICT 環境を有効に活用し、学習活動を充実させることが重要だと考えておりまして、文部科学省では令和4年12月、 1>, 1人1台端末環境下でのコンピューター教室の在り方について各都道府県教育委員会等に対し事務連絡を発出し中学校技術家庭科における CAD を使った製図や高等学校情報科情報一における学習等ではコンピューター教室の環境を生かした学習活動が大変有効であることこれら以外の教科においても動画作成や 複数のアプリケーション活用など、1人1台端末では処理が難しい学習を行う場合に、生徒がコンピューター教室の活用を選べる環境を整,う整えることが重要であると述べていることでございます。つまり一人端一端末の端末のと違ってハイエンドなですね、えーまあ いわゆる例えばス t e a m 教育にも使えるような、まあ、そういったような環境整備が非常に重要だというふうに考えておりまして、今後、各学校において、一人一台端末に加えて、コンピューター教室および整備されているコンピューターが有効に活用されるよう、取り組みを進めてまいりたいと考えておりま古賀さん。パソコン室のパソコンってすっごく古いんですけど、デスクトップで、それ活用できますかね、いかがでしょう。矢野局長 <laughs> お答え申し上げます今あの、多分ん、委員と私の,あの申し上げたこと、前提が違ったかと思いますけれども、やはりあのコンピューター教室、これはこれでしっかりと充実させていかないといけないというふうに考えておりますて、今後、そういった意味の在り方についても検討してまいりたいと考えております小川さん、はい、では、子どもたちが1人1台端末です4月になりまました子どもた子ちは3年年生生から4年生上がっていきます。 その時に子どもたちのパソコンのアップデートを全部しなければならないんですね学年変わるからそのことについてですが誰がしているとお考えですかお願いします矢野局長お答え申し上げます新入生の端末配備や新年度におけるクラス替えに向けて端末の設定を変更する年次更新につきましては教育委員会が中心となって進めるべきものと 学校で実施する必要があるものとものがあると考えております自治体の環境や使用しているソフトウェアにもよると考えておりますが例えば教育委員会においては児童生徒のアカウントの発行や所属情報の更新等を行うまあこれが教育委員会のお仕事だと思います学校においては名簿情報の更新やアカウント情報の児童生徒への通知等を行うことが考えられます 年次更新で必要となる作業については、教育委員会と学校が適切に役割分担をしながら実施すべきものと考えております古賀さん、はい。名簿をするのは当然だと思います、秘密もありますし、学校でするのは当たり前と思いますが、じゃあ、例えば算数の教科書が3年生から4年生に上がったとき、変えなくちゃいけないじゃないですか、同じパスタブレットの中で、その作業はどちらしますか。 矢野局長あのすみません、あの質問のご指示があの取れなかったんですけれども、デジタル教科書においてのえ算数の。子どもの一人一人のドリルであったりとか、例えば、もう今、教科書って、QR コードでずっと読み込んだりとか、たまたまいろんなものが、あのシステム、学年変わるごとにやらなくちゃいけない仕事があるんですよ。そこの仕事は誰がすべきか 矢野局長お答え申し上げます、えーまあ、状況によると申しますか、あのソフトウェアによってはあの自動的にできるものもあると思いますけれども、えー、現場で行わなければならないものもあるというふうに、えー、理解しております小生さん。ICT 支援員とか、配置いただきありがとうございます。しかしか校に1人ででですすよねですので 例えば1つの学校に5千0 0人いたら、2000人分をしなければならなくて、とても間に合ってないし、そうやってこうタブレットを使っていこう、使っていこうとされるのであれば、ICT 支援員が各学校に1人、きちんとつけるべきだと私は思いますが、そこはいかがですか矢野局長、お答え申し上げます。ICT 支援についいてはまあいろ,いろと 今、その在り方について検討しているところでございます、まあ、いずれにしても、学校に対してどういうふうに人的支援を行うかということについて、今も中教審で議論しているところでございますので、それらを踏まえて適切に対処してまいりたいと考えております小川さん現場の声をお伝えします。 端末の不具合の対応やアプリ等の設定、年度更新作業などで業務時間が圧迫されている、本校では常駐の ICT 支援員がおらず、月に一度来校するが、全く活用ができていない、各校常駐の ICT 支援員を配置してもらい、日々の ICT 関係の業務を行ってもらいたい、タブレットは導入されたが、ICT を活用するための教室環境が整っていない、サポートする支援員も月に1、2回しか来られない。また、 保守作業に、ま、関わって、年度末に数百台を一斉に更新する必要から、負担が集中する教職員がいる。一方で、そういった業務へのサポートを行う情報通信技術支援員の配置は、学校に1人、常駐ではなく、週に1、月になど、の自治体によってさまざまな状況がある。このような声を聞いていただいて、きちんと子どもたちが授業中やってても、先生、ここわからんとか言うわけですよ。その時に 担任は授業を止めてそこに行かなななければならないんですそこに支援員さんがいてくれたら、そっちの先生がパソコンの言葉を子どもに教えてくれる、そうなると授業もすごく能率もよくなるし、子どもたちの習熟度も変わってきます。というところから、私は ICT 支援員の増加っていうところをしっかり考えていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょう。森山大臣 先ほどあの局長から答弁したとおり、そのまあ、こういった業務につきましては、えー、学校が担う業務もあります、えー、そしていろいろネットワークを、まあ、経由して実施することで、教育委員会等で、まあ、完結できる業務もありますが、できるだけ学校に負担の少ない形で進める必要があると考えております。れもけど そのどのようにして現場でですね、うまく対応していくことができるのか、支援員も含めてその負担軽減に対して検討し対応していきたいと考えます。古賀さん、I.C.T. 支援員の充実をどうぞよろしくお願いします。次、学校には正規の教職員以外に非常勤の教職員がたくさんいます。例えば授業が週に二回しかないとか。 いいう方もいらっししゃるし本当は正規で私はいてほしいんですが、栄養職員さんとか、師匠の方とか、会計年度任用職員制度が入ったときに、正規から会計年度に変えさせられました、その方たちに、実は端末がないという状況が学校の中であります。でも、でも言われてますよね、食育の充実を。だから栄養職員の方はき作りたいけど、自分のパソコンがない。 とか学校に1台の順繰り回って、非常勤の人はあれを使ってくださいと、5人ぐらいで1台を使う。ちゃんと自分は授業をしている、例えば3年1組の社会をしている、3年2組、3年3組の先生たちは正規だからパソコンがある、3年1組の自分は授業数が少ないというだけで、テストの処理から、成績とか子どもの評価から、授業の準備から、パソコンがなくてできていないということがあります。 そのような状況について私は非常勤であっても子どもたちに関わっていきやっていくのであればきちんと教職員の端末が必要だと思いますがその時点についてはいかがでしょう矢野局長お答え申し上げます学習指導に用いる端末につきましては授業を担任する教師一人につき一台を整備維持できる で,できるよう地方財政措置を講じておりますこれはあの、えー、正規非正規関係ございません、えー、現在児童生徒の一人一台端末の更新を進めておりますが、えー、これに当たっては教員,教員数分の指導者用端末を整備することを補助の要件といたしております、えー、また15%分の予備機の整備費用も補助対象としております、えー、さらに、えー、公務で用いる端末についても 地方財政措置を講じてきておりその整備状況は全国的には常勤の教員数を上回る状況にございますこうした状況を踏まえ各自治体において非常勤職務を含め必要な職員が必要な場面で端末を利用できる利活用できる環境を整えてい,いただきたいと考えております小川さん教育の中でいろんなものが知財措置になっていて 知財措置ってなかなか使ってもらえてないんですよ、教育に。もう今まで何度も何度も,もうおお言わせていただいてますので、もう申し訳ないんですが、本当に使われていないので、そう知財措置です、じゃあちょっと調べていただきたい、非常勤職員にどれだけパソコンがきちんと配備されているか、なんかお風呂をもらったりとか、例えばパソコン室のパソコンを一台持ってきたりとか、そんな形でしか非常勤ということで扱われずに、 とても苦しい思いをして、業務に差し支えが出ています。ですので、えー、きちんと非常勤にもやっていく、会計年度にもやっていくというところをお願いいたします。次に、高校への配置です。小中学校は配置がほぼ100%いきました。高校の状況についてお伺いしたいと思います。えー、自治体によって 高校って自治体によって配備されているところもあれば、いや、保護者負担のところもあります。1台が高いので、10万かかったとかいう保護者の声もたくさん聞いているところです。高校の配備について、そして今後どうしていこうかと思ってらっしゃるかについて、お願いします。矢野局長。 高校における一人一台端末の整備につきまして、これ、令和4年度末に行った調査でございますが、高校を設置している自治体のうち、約6割が令和5年度中に全学年での整備を完了すると回答しているおります。現時点でまだ整備が完了していない部分につきましても、令和6年度までに、ほぼすべての公立高校において、全学年で一人一台環境が実現するよう、整備が進められているところでございます。 今後についてでございますが、義務教育段階において、1人1台端末環境で学んだ児童・生徒が高校に進学した後も、同様の条件で学ぶことができる環境を整えることが非常に重要であるというふうに考えておりまして、文部科学省におきましては、各自治体の整備状況について、調査等を通じて状況把握に努めているところでございます。全国の高校において、1人1台端末環境が速やかに実現されるよう、設置者の取り組みを促してまいります。 高校における端末整備を含め、学校の ICT 環境整備につきましては、現在、令和7年度以降の地方財政措置にかかる方針を、中教審においてご議論いただいているところでございまして、その状況を踏まえながら、必要な支援について検討してまいりたいと考えております小川さん、えー。学校によってあ、自治体によっては、生活保護受給世帯の生徒が高校に進学したところに、ギガ端末にかかる費用は支給対象外とされて、 全部自分で買わなければならなかったと、このような声も出ておりますので、そこのご検討、よろしくお願いします。それは最後に、この前4月に全国学力実態調査が行われました、今年からは生活面というところで CBT 化が進み、子どもたちは端末でテストをやっていきましたが、あの時他の学年は、この、き今日は端末を使わないでね、電波のネットワークが悪くなったら困るから。 とということでかのの学学年の子たたたちは使えなかった学校がたくさんあります、えー、ギガスクールを進めていくにあたって、このようなほかの子どもたちが制限されるような、このようなテストが行われていること自体どうかなと私は思っているんですが、そのことについてはどのようにお考えか、ご見解をお願いします。森山大臣 全国学力学習状況調査は義務教育の機会均等とその水準の維持・向上の観点から全国的な児童・生徒の学力や学習状況を把握・分析するとともにすべての教育委員会や学校において調査結果の活用を通じた教育施策や児童・生徒一人一人への学習指導の恒常的な改善 充実を図ることを目的として実施しているものでございます、えー、他方今先生がご指摘されましたあその他の学年あるいは他のクラスでのお タブレット等が使えない、こういうことについては大変残念なことだと思いますが、冒頭に先生がご指摘されました、学校におけるそのオンラインの要領とでもいいんですかね、こういったところをできるだけ早くその整備をすることによって、このようなことが課題にならないように取り組んでいきたい、そんなふうに考えています小川さん。はい、終わりりまますありがとうございました